はい、どうもどうも、日暮らしなまずです。今回は整体導入をしていきたいと思います。ちょっと荒いやり方なんですけど、コップで何杯かこう水を入れて出してっていうのをまあ20分ぐらい繰り返したので、まあ川の生き物なんで低床も同じだしちょっと強いかなって思って、それくらいの、水合わせに今回はしました。もう全部水も入れちゃいます。ドボンとちょっとゴミがすごいんですけど、まずは川魚たちから入れていきたいと思います。まあゴミはパッと、まあゴミはこのテトラのねスーパーフィルターがやってくれると思うんで、はい、いや全然だな、これはもういっぱい取ってこないとダメですね。まあなぜ生体導入からなんだって思う方いると思うんですけど、現在夜の1時を回っていまして、で一回水を抜いて、で、ノートを挟んだり、ここに滑り止めを敷いたりいろいろしてて、もう最高に疲れてるんですよ。で今からレイアウトして、で魚入れるってなると大変なんで、とりあえず魚だけでも入れとかないと、エアレーションとかしてなかったんで、ちょっとやばいかなと思って魚を先に入れました。では次は熱帯魚部門、まあ、こいつらには賛否両論あると思うんですけど、もう思い入れがあるのでショップに引き取ってもらうとかはちょっとかわいそうなんで、こいつらも入れていきたいと思います。はい、入りました。いや、かわいいっす、もうなんかめっちゃかわいいっす。ちょっと、アングルが難しい、90センチってなると。はい、こいつですね、色がもうちょっとストレスというかなんかというかで、色が白っぽくなっちゃって、まあみんなそんな感じですね。川魚の方もちょっと白っぽくなっちゃってます。モクズガニなんですけど、今もうガバガバなんですよ、もう警備がこんな状態で、これじゃ絶対 5000% 逃げられるんで、まあ、モクズガニなら水を少なめにやっとけば大丈夫なんで、モクズガニは明日入れます。では明日に、その生体導入後だけに見られるこの群れ、いいですね。やっぱ広い水槽だからなんか魚も優雅に泳いでます。いやーいいなー、この感じすごい好きですね。早く石とか入れて清流っぽく、清流レイアウトっぽくしたいと思ってます。ウォーターバステリア、バルテリアなんだっけな、なんかこう縦伸びするやつあるじゃないですか、こうやって、それをまあ、今回水草に使って、まああと丈夫なアヌビエアスナナを入れるか入れないかでまあ悩んでる感じですね。まあどうせ水草入れてもモクズガニが食べちゃうんで、水草を入れるかちょっと悩んでます。まあ一回入れてみてダメだったらまあ入れないみたいな、それかもうトリミングした余った水草を入れる水槽みたいな、まあ、どうせ餌になっちゃうんですけど、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。はい、では最後にこの90センチ水槽用の、なんだっけこれ、エアポンプをと、あとこのタイニーバブル、まあ、これでエアカーテンを作っていきたいと思います。
まあやっぱりなんか野生の野生じゃねえな、及川とかって結構、あ、今一番及川入れようと思ってるんですけど、セミがうるさいな。あの及川を入れようとしてるんですけど、及川って結構酸欠になりやすい。うるさ。はい、ちょっとさすがにうるさすぎたんで、ちょっと言っといてもらいました。ベランダの網戸に泣いてたんで、なんかやってますね。いやー、なんか逃げそうで怖いな。一応逃げられる穴はないんですけど、力が強いらしいんで、どっからか逃げる気がする。まあこんな感じの穴が2個あるタイプです。まあ穴1個はどうしようかな、海水魚水槽のエアレーション2でも使おうかちょっと悩んでます。ではよいしょ、置いていきたいと思います。まあもうコンセントも挿しちゃいましょう。ちょっと音がどれくらいなのか、こんな感じです。まあまあうるさいです。びっくりしました。今このバブルを巻いていきます。はい、結構長いですね。あーやべ、取れちゃった。あーもうなんかぶっ壊しちゃったまあとりあえずこんな感じで、で、この黒いあれをつけて、どうやって片方止めるんですかね、片方の空気を。これじゃあ絶対こっちから出ちゃいますよね。はい、ではこのめっちゃ長いやつをどんな感じになるのかわかんないですけど入れていきたいと思います。泡が出ないんですけどここしかちょっとやってみます。ちょっとこれ弱すぎるんですけど、もうぶっ壊れました。これはないな。ちょっと引っ張っただけですよ今回は。終わっちゃった。ちょっと持ってるやつ使います。しょうがないんでちょっとこれ使っていきます。これはマジで買わない方がいいと思います。これマジで。なんか最初にちょっとまあこう入ってたじゃないですか。こうやって。で、これをちょっとこう、伸ばしていい感じしようって思って、くってちょっと伸ばしちゃったんですよ。そしたらペリッて破れました。びっくりっす。こんなポンコツ商品、一応500円なんですけど、まあ安いからな。これを使っていきます。まあこれはちゃんとしていいやつなんで、これより長いやつ買った方がいいかなと思ったんですよね。泡がちょっと微妙ですけど、どこら辺に設置しようかな。まあ、やっぱ淡水魚といったらこういう泡っていうのはありますからね。配線というかエアホースが邪魔な気がなんとなくするんですけど、まあこんな感じでなんかカニがよく分からず来てますけど、とりあえずこんな感じになりました。あとはレイアウトをしっかりするだけですね。頑張っていきます。ではパート2、ご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。ではさよなら。今帰ってきたんですよ、バイトから。唐揚げくん売ってきたんですけどいない、やつがいない、どこ行った
どこ行った？どこだ？あっち。どこだ？さっきここから落とした気がするんだよな。このスーファミ誰かいる？言いました。お前逃げんなよ。餌もしっかりあげてんのに。さすがに。やっぱちょっと隙間開けてるだけで、いでいでいで逃げますね、こいつは。よいしょ。危ねえ。どっから逃げてんだこいつ。餌も今日ちゃんと食べてたんですよ。だけど逃げるんですよね。もう本能的に逃げちゃうのかな。まあいや、どっから、こっから、からかな。ちょっとわかんないんですけど、すべて穴は塞ぎたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。おまけ編でした。さよなら。